水彩平沢高速線は、大韓民国ソウル特別志向南区の水彩駅と、京気道平沢市を結ぶ高速鉄道路線である。2004年の開業以来、KTX は、ソウル市内のソウル駅、辰山駅から襟川区町駅付近までの区間で、全列車が在来線の京付線を経由しているが、これによりこの区間の線路容量法案に起因する、問題が発生していた。 これを解消するため、またソウル湖南、高東地域や首都圏東南部地域の高速鉄道利用の便宜を図るため事業が推進された。当初はソウル湖南地区発の湖南高速線の一部として構想されていたが、五省以南の優先着工決定により立ち消えとなり、その後改めて道路線が計画された。京高速線の妙天安火山間から分岐し、 ソウル市南東部の水彩駅までを結ぶ。大半の区間を大震度地下トンネルの栗トンネルが締め、これを含めたトンネル区間は 56.939km と全線の93%に及ぶ。総事業費は3兆9017億本。開業により、ソウル市内不山間の所要時間が2時間09分に、木浦までは2時間06分となった。 水災東灘間は、三成東灘広域急行鉄道が本線を共用する予定となっている。この区間には、GTX のみが停車する、龍飛都市駅、城南駅もトンネルの両側に追加設置される。ほとんどが、京府高速道路などの高速道路沿い、または直下に建設されている。ソウル側の始発駅は、既存の鉄道路線との連携も可能な港南区の、 水彩駅となり、芝生駅手前まで大震度地下を走行する。東灘駅までは、軽機動手動で計画中の三成東灘広域、急行鉄道との線路共用区間となる。京府線をアンダーパスし、平沢市内より地上区間を直進し、芝生駅に到達。再度地下を通り、平沢分岐点で、京府高速線と交流、天安河山駅に至り、 富山、木浦方面へ直通する。もともと、KTX へのアクセスが不便な水原市、花城市、平沢市など、京畿道南部の自治体が2004年の暫定開業後も KTX 停車を陳情していた。また、ロブゲン政権時の在韓米軍の平沢市内移転問題での条件闘争も加わって、京府高速線上に新駅を設置する方向であったが、 車両の停止距離という条件面から十分な直線区間の確保が困難という技術的事情や費用面、京府高速線内に駅が多すぎるということで一度立ち入りへとなった。その後あたり路線建設時に再浮上し、平沢市内に新駅を設置することが決まった。水原発、KTX 直結事業芝生三角線という過小で計画が進められている。 現在でも上下計8本に留まる水原駅経由便の増便と太田方面への高速化を求めて芝生駅と京府線、西伊里駅を 4.7km の連結線で直結し、水原始発 KTX の実現を目指している。首都道及び地元選出国会議員などにより京府線からの短絡線を道路線に接続する事業を推進しており、 政府の予備だ統制調査項目に含まれた。実現すれば現行瀬マウル号との時間差は5分程度しかなく、67分かかる水原大高を19の23分短縮の44から48分で結び、また運行本数も17から20本に増便できるとされる。現在、水原発 KTX 直結事業の名称で推進しており、 国費35億ウォンが基本計画作業費に反映された。水原駅 KTX 出発事業は国土交通部の2015年首都圏高速鉄道で効率化方策の研究作業で費用便益分析が1.3級となり経済性はあるとされた。事業費は2932億ウォンと試算されている。北方への延伸や水彩駅の立地、 構造などをめぐり計画の推進が遅れていた。高速鉄道の負債は、韓国鉄道公社が収入の31%を鮮度使用量として計上し、自身で行う、軌道保守コストを差し引いた額を施行、管理主体である、韓国鉄道施設公団に支払う形で召喚するが、利子さえ賄うことができていない。また、全身と合わせて100年以上独占権を、 与えられてきたカーイルの非効率な運営と多発する事故により競争体制の確立こそがその解決の道と考え、KR と国土海洋部はこの路線の運営権をカーイルから移管し、より高額な線路使用料支払いを条件に外部の運行事業者に新規参入させようときとした。国土海洋部はこの高速鉄道の事業権をカーイルではなく、 民間事業者に与えると明らかにし、これに対してカーイルは、料金、安全上の問題と収益性の悪化を理由に強く反発した。民間事業者は2012年中に選ばれる予定だったが、一時中断に追い込まれた。その後も、信号、分岐規制御などの完成権をカーイルから返上させる案が浮上し、カーイルが民営化の不責ではないかと反発している。 2013年3月20日、政府と国土海洋部は道路線運営を当初の民間ではなく新設する第二鉄道公社にする案を計画した。同年12月27日にカーイルの子会社として水彩高速鉄道株式会社が設立され、同社が運営を行うこととなった。ありがとうございます。